シナモータースです。本日も動画をご覧くださり誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎 ZRX400 マックスカラーのご紹介になります。非常にね、リペイントしてありました綺麗な一台となっています。早速ご紹介します。はい、まずフロントマイカーですね。はい、ヘッドライト、大きな割れね、傷、こういったものございません。錆腐食も出てませんね。はい、ウインカーはね、小型のウインカー、クリアウインカーに変更されております。はい、フロントオークですね。オイル、にじみ、漏れね、こういったものございませんね。はい、それとフロントフェンダー、こちらもね、マックスから濃紺にね、ペイントされてます。非常に綺麗です。はい、ホイールですね。こちらはね、ゴールドにペイントされてますね。ガリ傷、曲がりね、そういったものもございません。ディスクローター、錆腐食ね、そういったものも出ておりません。綺麗な一台ですね。はい、エンジン周りです。はい、ヘッドからのね、オイルにじみとかね、キャブレーターからの燃料漏れ、そういったものもございませんね。ポイントカバー、こちらはね、大きな削れ等はありませんね。はい、ステップですね。はい、純正で曲がりね、削れ、そういったものもございません。はい、マフラーですね。ピーズサプライさんのマフラー入ってます。後ほど音はご紹介したいと思います。はい、リアホイールですね。こちらも同じくゴールドにペイントされてます。綺麗ですね。ガリ傷、やっぱりね、削れ、曲がり、そういったものもございません。はい、テール周りですね。はい、スモークテール、クリアテールになっております。そしてね、フェンダーレスキットを組んでね、すっきりと仕上げております。反対回ってシートですね。はい、こちらね、タックロールシート、足つきのいいタックロールシートに変更されています。はい、燃料タンクですね。はい、大きなへこみ、傷、そういったものございません。タンク内ご紹介です。はい、はい、よいしょ。はい、錆腐食ありませんね。はい、はい、ではエンジン始動です。吹き上がりいきます。ZRX400 人気の車種となっております。ぜひお早めの、ね、お問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。